皆さん、こんにちは。今回は田中義武さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。北海道中札内村にある花畑牧場で働くベトナム人労働者が、水道光熱費の一方的な値上げに抗議してストライキを打った後に雇い止めされたという出来事がありました。この事案で2022年3月18日にベトナム人労働者が加入する個人加盟ユニオン札幌地域労組と会社の間で和解が成立したと報道されました。会社は一連の行為について謝罪し、解決金を支払ったといいます。この事案は花畑牧場雇い止め問題、一連の対応謝罪、ベトナム人3人と労組に解決金という見出しのもと報じられています。この時の事案は花畑牧場という比較的有名な会社で、さらには外国人の労働者が声を上げたことで広く注目を集めていました。会社が当初ストライキを不当な職場放棄と断定して、労働者に1人当たり50万円の損害賠償を請求したことや、その後刑事告訴まで行ったことで社会的にも大きな話題を呼ぶこととなりました。まず今回の事件を簡単に振り返っておきたいと思います。ことの発端は2022年2月、花畑牧場の提供する寮で暮らしていたベトナム人労働者が、これまで1ヶ月あたり7000円だった水道光熱費が合意なく1万5000円に引き上げられたことに対して抗議する形で、事実上のストライキに突入したことでした。会社側はそれに対して、この行為は労働組合結成以前に行われているためストライキではなく、不当な職場放棄であるとして、ストライキに参加した労働者を3月で雇い止めにしただけでなく、リーダーとされる数名に対して損害賠償請求や刑事告訴を行ったのです。ベトナム人労働者らは札幌の個人加盟ユニオン、札幌地域労組に加入して、これまで会社と労働組合が団体交渉を行ってきたが、同月18日に和解に至っていました。続いて、その和解内容について、報道をベースに確認していきたいと思います。まず大きく報じられているように、社長が労働者に対して、会社の一連の行為について謝罪し、再発防止策を講じることになりました。謝罪文は会社ホームページにも掲載されています。また、雇い止めにあったベトナム人労働者の雇用は継続しないものの、2022年10月までに受け取れるはずだった給料を会社が支払うことで合意しています。さらにストライキに関しては、損害賠償請求や刑事告訴を取り下げるだけでなく、ストライキ中の賃金も支払うことで合意に至っています。保証金の金額など合意についてのより詳細な内容に関しては把握できていないものの、この内容であれば、労働者側の勝利和解と言ってよいと言えるでしょう。事実、当事者は解決できて本当に良かったです。これからは全ての会社が外国人労働者の権利を守ってほしいですと話すなど、その内容に満足しているようでした。和解に至ったのには2つの理由があります。1つ目は労働者が声を上げることの重要性です。今回のケースは18日に和解に至る直前まで会社は労働組合に対してかなり強硬な態度をとっていたように思われる節があります。会社は和解4日前の14日に刑事告訴についてのプレスリリースを行っており、ギリギリまで対立は続いていたとみられます。ではそのような状況でもなぜ和解に至ることができたのでしょうか。水道光熱費の値上げは労働条件の一方的な変更にあたります。当初の約束が1ヶ月7000円だったのであれば、仮に実費がそれ以上でもそれ以下でも契約上は7000円になるべきところです。労働者と会社との合意をどちらかが一方的に変更することは契約という性質上行うことはできず、変更を希望する場合は両者が新しい内容で契約を結び直す必要があるのです。ベトナム人労働者が不満を抱き会社に抗議したのは労働者として当然の権利であると言えます。そもそも会社が当初は不当と断定したストライキ自体も労働条件の改善を求めるための抗議行動として労働者として正当な権利を行使しただけでなく、法的にも問題ない可能性が高いとみられます。このような状況において水道光熱費の値上げを我慢して受け入れずに抗議し、
損害賠償請求や刑事告訴といった会社側による圧力にも負けずに戦い続けたことで、会社も補償を支払って謝罪することを余儀なくされたといえます。おかしい状況に対しておかしいと声を上げることが労働環境を改善するにあたって最も重要な点であることは、いくら強調しても強調しきることはできないでしょう。二つ目は労働組合や社会的な支援の重要性です。その上で今回のケースは、労働組合が現場の戦いを支援したこと、そして社会的にも大きな反響を呼んだことも、会社に和解案を受け入れさせた要因としては大きいとみられます。ストライキ後にベトナム人労働者は札幌地域労組という労働組合に加入して、その支援を受けながら交渉に入っていました。そもそも労働組合とは労働者が集まって作る自主的な団体で、会社と団体交渉や団体行動、ストライキなどの争議行為を行うことが法的に認められています。それは労働者と企業との間には圧倒的な格差が存在するからです。いくら契約上は対等だとはいえ、労働者は誰かに雇われて働く以外に生きる術を持っていないため、必死になって命令に従うしかありません。しかも働く能力、労働力は保存が効かないため、失業期間中の分を後から働いて取り戻すということができない性質があります。働くことができない日は単に無給になるだけであるため、労働条件が悪くても働かざるを得ないのです。一方、企業の方は一労働者とは比較にならないほど大きな資産を持っているだけでなく、労働力とは異なり、仮に商品が今日売れなくても明日売ることができるという保存の原理が効きます。このような力関係が現実には存在するために、労働組合という形で労働者が団結し、労働条件が一定水準以下の場合は共同して労働の提供を拒否すること、つまりストライキを打つことで労働環境の維持及び改善に取り組んできた歴史があります。そしてほとんどの国では今では法的に団結権や団体行動権が認められているのが現状です。つまり労働者が声を上げると言っても、一人ではなかなか勇気が出ないだけでなく、効果としてもやはり集団で声を上げる際よりも限定されてしまうのです。そのため労働組合が重要となってきます。今回の花畑牧場のケースは、外国人労働者が自発的に上げた声に対して地域の労働組合が呼応し、それを支援したという点で重要であると言えます。これがもし労働組合による支援がなければ、会社とまともに話し合いをすることができずに解決できないか、最悪職場放棄という形で終わっていた可能性すらあったと考えられます。技能実習生をはじめ、日本で働く外国人の多くが劣悪な労働環境の下で働いています。外国人労働者の取り組みを支援することは、共生社会を築くためにも非常に重要な実践なのです。さて、そんな中、田中義武さんが経営する花畑牧場が倒産したのではないか、ネット上ではそのようにささやかれています。というのも、以前は入手困難だった生キャラメルも現在はそれほど人気も出なくなり、経営自体も圧迫しているといいます。2009年には資金繰りができなくなり、札幌工場を一時閉鎖しました。またたくさんあった店舗も潰れており、花畑牧場は縮小し、今にも花畑牧場倒産しそうな感じのようです。2007年3月期に3億4200万円だった売上は、2009年3月期は143億1500万円にまで膨れ上がりました。あれほど売れていた生キャラメルは、今はほとんど話題にも上らず、お土産として買う人も激減したようです。花畑牧場が倒産間近という話は、あながちデタラメではないようにも思えます。今後の企業としての改革が必要な時期なのかもしれません。さて、田中義武さんを検索すると逮捕という関連ワードが出てきます。これは一体どういうことなのでしょうか。調べてみると、どうやら田中義武さんに脅迫事件があったようです。と言っても、田中義武さんは被害者の方です。生キャラメルが大ブームだった2008年8月のことでした。生キャラメルが30個くらい欲しいと電話してきた男がいましたが、1人5個までの販売制限をかけている花畑牧場側はこれを拒否しました。すると逆恨みした男は、
右翼団体を名乗り、バスに乗って黒い服着てヘルメットかぶっていくぞと脅迫したのだそうです。幸いにも男はすぐに逮捕され、被害も出なかったとのことです。他にも、逮捕ではないですが、2008年10月に CGC グループの加盟店であるショッピングひまわりで花畑牧場の生キャラメルと偽った偽商品が出回り、不正競争防止法違反で刑事告訴したということもありました。人気になりすぎるとこういうマイナス面も出てきてしまうものなのでしょう。さて、田中義武さんの性格について語られることがあるようです。温厚そうなイメージがするのですが、ネット上では性格が悪いなどという項目が出てきます。これはどういうことなのでしょうか。驚くべきことに、ガセネタではなく本当にこういう評判があったそうなのです。ズバリ、この性格に関する噂は田中義武さんの農場経営が絡んでいたようです。田中義武さんの性格について、利益追求しか頭にないといったことが言われていたようでした。田中義武さんはその経営手法などから多くの反感を買い、バッシングされたことがありました。有名なのは生キャラメルの商標登録出願です。生キャラメルというのは田中義武さんの発明ではなく、大学時代の同期である大黒博さんの経営するノースプレーンファームが開発した商品です。それにもかかわらず、田中義武さんは2008年には自分の名義で生キャラメルを商標登録申請しています。結果は拒絶されましたが、もし通っていれば生キャラメルの発明者であるはずのノースプレーンファームの方が田中義武さんに商標の使用料を払い続けるか、別の商標に切り替えるかしなければなりません。他にもバルーンプリンが牧家の白いプリンのパクリ、天使のポテトがロイズのポテトチップチョコレートのパクリではないかと言われているようです。またホエー豚に関しても先行者がおり、彼らによって結成された10章ホエー豚研究会というものがあり、ホエー豚の基準の取り決めなどがなされているのですが、田中義武さんはこの研究会に所属していないとも言われています。田中義武さんが同研究会に入らない理由は、自身の考える基準とホエー豚研究会の基準では異なるために入会しないと言われています。いわゆる我を通す性格のようで、少々独善的な一面が経営手腕の様子から感じられます。またその価格設定も研究会の基準である一等数万円ではなく20万円で出荷することを発表しています。これらのことから田中義武さんはいろんな方面で随分バッシングを受けたようです。ただいずれも違法というわけではなく、要は田中義武さんは天性の商売上手なのだろうという見方もできます。また人の目を気にしない図太さやなりふり構わないところも持ち合わせているようです。田中義武さんによると、バッシングする人たちは農協を通さずに独自の販路を開拓して成功を収めた田中義武さんに対するやっかみなのだと述べています。一応主張があるようです。やっかみかどうか実際のところは何とも言えませんが、違法なことはやっていないが同業他社に対する配慮が足りないといったところがあり、それがバッシングの原因となっているのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は田中義武さんにまつわる噂話の真相に迫ってきました。現在花畑牧場はチーズ工場をタイに建設し、北海道の牧場は観光地化されていてリピーターを獲得されているようです。コンビニでも商品を販売しており、空港や首都での販売等をされています。花畑牧場に海外からの旅行者が訪れる日もそんなに遠くないかもしれません。花畑牧場の経営を立て直し、一気に年商がうなぎ登りとなった田中義武さんは、ここまで来るのに相当な苦労がありました。一方で田中義武さんの性格なのか経営手腕なのか、それらが元でバッシングの的となり、挙句の果てには労働争議にまで至りました。一つの見方としては商売上手、一つの見方としては独善的な体質、拡大の一途をたどった花畑牧場のほころびのようなものが見えてきたのも事実でしょう。地元企業や農家からかなり批判されていますが、
それらも経営のエネルギーの源として事業展開をしているようですが、それがどこまで受け入れられ、さらに拡大されていくのでしょうか。今後が気になるところです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。